ここは鳥よりアートライフカフェ、初めて来た人は入り口がわからへんけど、一度入ったら病みつき、ここを仕切ってる絶品のママは今表に出てしまったちっかちゃん、いきなストローハットでいつも決めてるけれど、オイラもほとんどは毎回ストローハットです。こない見えても一人で来て盛り、今日は私の料理を出したり、あなたのことを歌っているのに外へばっかり出て行って全然聞いてくれないちかちゃんです。けれどこれからも営業日が増えたんで、どうぞゆたしく、アルテコンプレックスのオーナーのおじさんです。一番奥に座ってるメガネのおじさんです。髪型はベートーベンみたいだけど、こう見えて建築一級建築士、沖縄中のビルや学校や病院を建ててます。こない見えても落ち設計事務所の所長をやってて大変忙しい方です。音楽や絵やアート全般が大好きで、首里をアートの街にしたいと、首里に来てもう30年以上すっかり首里に溶け込んでます。どうぞゆたしちゃん。あとが続くかどうかわからんので、そろそろやめたいと思いますけど、ヤジは大歓迎、写真も OK も大歓迎、何も喋っても OK、 ありがとう。大歓迎、いいね。ということでね、あの即興で時々やるんですけれども、よどんな、うん、よそっちかよ、そっちかよ。気楽にいたつまびく日々も、お前とならどんなにか楽しいだろう。ぼんやり見つめるお前の視線を追って、優しい瞳に心揺れる。いつものコーヒーカップで、いつものアメリカン入れて、飲み干す前に話すことも決まりも文句
したい。こんな日はお前と飲み明かしたい。いつもの卵に酒を